どうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ナッツです。ゴッドボーラグナロク。今回は最強クラスの防御力を誇るスタインビョルンという防具の入手方法をご紹介します。相性の良い,いアミュレットも合わせてご紹介していきますので、よかったら最後まで見ていってください。ではでは、早速行きましょう。今回ご紹介する防具、まず上半身はこちら。 スタインビョルンの同防具。効果は大きくダメージを受けると一定時間攻撃時に失った体力を回復するようになるというもので、回復は少しずつだし、ここに書かれている一定時間っていうのは結構短いんですけど、防御力が高い防具なので少しの回復でも若干ご押しが効くようになっちゃうんですよね。で、発動条件として大きくダメージを受けるとって書いてあるんですけど、実際はそんなに大きいダメージを受けなくても発動します。続いて、スタインビョルンの固定。 効果はダメージを受けると運により中確率で周囲の敵をよろめかせてスタンダメージを与えるというもので鈍い装備でスタンダメージ50これは攻撃されると確率で敵が勝手にひるんだり勝手にスタンしたりします続いてスタインビョルンの腰当て効果は先ほどのコテと同じです この効果は結構便利で気づいたら敵がスタンしてたりとかスタン寸前までスタンダメージ溜まってたりとかするのでほんと便利ですね。個人的には集団戦とかで特にありがたい防具かなと思います。そしてスタインビョルンシリーズすべてレベル8で 3V 装備して防御力が534。これかなり硬いです。以前ご紹介したルンダシリーズと比べてみましょう。強化段階は同じく 3V べてレベル8で防御力が302。 まあルンダは防御力が特徴の防具ではないんですけど200以上変わりますそしてスタインビョルンと相性の良い,いアミュレットとしてはこちらスバルタアルフヘイムシリーズ効果としてはクレイトスの防御に基づいてスタンダメージが増加防御力の高い防具なのでこれめちゃめちゃ相性がいいですではこのアミュレットの効果も乗ったスタンの感じとか防具の効果の感じとか見ていきましょうまずはアミュレット効果も乗ったスタンの感じ どうでしょう壁に当たったっていうのももちろんあるんですけど、一発でスタンします。もちろん敵とかこっちの攻撃とかでもよって変わってくるんですけど、かなりスタンダメージが高いです。続いて腕とか腰の防具についている効果。ひるみとスタンダメージ。今攻撃してきた敵ひるみましたね。ただなんかスタンダメージは入らない時もあります。スタンダメージが入るとこんな感じです。敵によっては一発でスタン入ったりもするんですが、そうじゃなくてもこれだけスタンダメージ入ったら強いですよね。 続いて、同防具の HP 回復効果。回復量は本当微量ではあるんですが、意外と便利です。回復手段が限られているゲームなので、結構重要な要素かなと思います。それでは、スバルトアルフヘイムのアミュレットから入手方法をご紹介します。場所はバナヘイム左下のエリア。このエリアの今矢印が出ている3箇所に幽霊の NPC がいます。その幽霊のサブクエをやることで、それぞれ1個ずつ3箇所なので、合計で3つ手に入ります。 それでは防具をクラフトするための素材の入手場所なんですが、まずその前に必要なものがありますので、それから取りに行きます。場所は水があれず、どこからでもいいんですが、この辺りに向かいます。すいません、言い忘れてたんですが、ストーリーで槍を入手した後に実践可能です。到着すると槍で解除できるギミックがあるので、解除して中に入ります。中に入るとアイテムが2つ落ちていて、そのうちの1つが神秘の加法っていうレリックなんですけど、それをこの後使います。 ここで神秘の過保を回収すれば準備完了です。ここから防具のクラフト素材を取りに行くんですが、中ボス風の敵と3回戦います。まず1箇所目、水ガルズの放棄された砦に向かいます。先ほどのレリックを使うので装備しておいてください。 ここ、オナ当てて動かすと先に進めます。ここですね。この銅像みたいなのの前でさっき入手したレリ,リックを使ってください。そうすると動き出すので倒します。倒すとこちら、防具の生産に必要な素材が一つ手に入ります。で、この素材が胴体で2個、腕と腰で1個ずつ、合計で4つ必要です。 2箇所目は、ここ、バナヘイムの左下のエリア、ノアトゥンの庭園。左下エリアへの行き方は、ルンダボークの入手方法をご紹介した動画でご説明しておりますので、そちらをご覧ください。ノアトゥンの庭園に着いたら、ここにも銅像みたいなのがありますので、そこで先ほど同様にレリックを使用します。ここは2体同時なので、結構強いんですけど、2体なので素材も2つ手に入ります。倒したら素材を回収して2箇所目 OK です。 この時点で2箇所を3体倒していると思うので3つ素材を持ってると思います。続いて3箇所目、ちょっとここややこしくなっちゃうので説明わかりにくかったらすいません。向かう場所としてはアルフヘイムのここです。ただ多分最初はここに来れないか来れてもボス戦ができないと思います。というのも最初この2つのエリアに砂嵐が発生してて色々できないことが多かったりするんですよね。 なので、順番的に言うと、おそらく右のエリアの砂嵐を解除して、左のエリアの砂嵐を解除して、空になると思います。解除方法としては、砂漠の秘密、砂の歌、この2つのサブクエを達成すれば OK です。地下に入っていくサブクエなんですが、右のエリアの地下の入り口はここ。確か、こっちが砂漠の秘密だったかな。そして、左のエリア、地下への入り口がここ。こっちが砂の歌だったと思います。ここから進んで、クエスト達成してみてください。 で、砂嵐解除後、ここに向かいます。砂嵐を解除しないと、ベルセルクの墓石とかもできなかったので、多分これも砂嵐解除後になると思います。ここもさっきまで同様、銅像みたいのが立ってるので、レリックを使って動き出したら倒してください。倒すと4つ目のクラフト素材が出るので、これで3いクラフト可能です。 かなり防御力が高くて敵の攻撃を受けても逆にひるませたりスタンダメージを与えたりできるし回復効果もついているのでメインストーリークリア後のエンドコンテンツとかでもかなり役立つ防具だと思いますのでよかったら使ってみてくださいはいということでちょっと駆け足にはなりましたが簡単にご紹介させていただきましたいかがでしたでしょうかよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします そして概要欄にツイッターもありますのでそちらのフォローもぜひお願いします。それではまたバイバイ。